一つ目のサブストーリーは、映るんです、です。桐生が道を歩いていると、やつれた男が道に立っていました。その男に話しかけると、ビデオを引き取ってくれとお願いされます。わけもわからないまま、無理やりビデオを押し付けられてしまいます。男はこのビデオが素晴らしいから絶対に見るようにと強く念を押してその場を去っていきました。その後個室ビデオ屋にて、先ほどの汚れたビデオを見ることができるようになります。そしてビデオを再生すると、砂嵐が流れた後にどこかの公園が映し出されます。その映像には時々砂嵐やノイズが流れたりで、徐々にひどくなっていき、砂嵐の後に急に、赤い服の気味の悪い女の顔がアップで映し出されます。こういうびっくり系のフラッシュありますよね。嫌な予感がし帰ろうとする桐生。天から出ると、自称霊媒師のおっさんから話をかけられ、桐生に女の霊がついていると言い出し、そして今すぐお払いをしないと大変なことになると言われます。霊媒師が去ると、そこへ最初に桐生にビデオを押し付けてきた男が姿を現します。桐生がビデオを見たことを知った男は、大喜びしながらこれで呪いから解放されると言いその場から急いで逃げていきました。すると道の真ん中にビデオに映っていた赤い服の女が、こちらを見て立っていました。すぐに追いかける桐生ですが、彼女の姿はどこにもありません。その後霊媒師の元を訪れ、大金を払い除霊してもらうことに。怪しい掛け声を唱えながら、いかにもといった感じの動きで除霊が行われます。しかしすぐに除霊は終わり、桐生に除霊の力が宿るという石を30万、神聖な壺を50万で桐生に進めてきます。やはり詐欺師でしたね。すると急に重々しい BGM に変わり、インチキ霊媒師は、あ、と言って、桐生の後ろを指さします。そこにはさっきの赤い服の女が、少しずつ歩み寄ってきます。霊媒師は近づくな、本物じゃねえか、と言い、俺にそんな力はねえんだと桐生に10万を返して、その場から逃げていきました。次の瞬間桐生の背後に迫っていた赤い服の女が飛びかかった時、ガシャンと霊のビデオが地面に落ちます。桐生はなんで霊媒師が逃げていったのか、不思議そうにしながらこのサブストーリーは終了します。最後のビデオが壊れるケツ水杯一体どういう意味なのか。てか霊って普通に足があるんですね。二つ目のサブストーリーはアイアムヒューマンです。パーフェクトフューマン、桐生が街中を歩いていると、男が携帯に向かって話しかけています。その男に呼び止められる桐生。その人はコンシェルジュアプリヒジとやらを通りで宣伝しているらしく、人工知能、ヒジ、の便利さを説明されて、興味を持つ桐生。なんやかんやでヒジについて説明を受け、まだ半信半疑な桐生だったが、案内人の勧めで、スマホにヒジをインストールすることに。人前でスマホに話しかけるのが嫌なので、桐生は公園に移動します。ヒジに話しかけると、ヒジの声の設定を変更できるということで。ああ、もっと、色っぽい感じで頼む。オッケー、いいわ。エロい感じが好きなんだ。うふふ、わがままなのね。ああ。AI に発情する登場回4代目。隣の親子とか絶対引いてるでしょ。肘のあまりの凄さに感心する桐生。本当に人間と話している気分だと桐生は驚きます。今度は桐生から質問してみることに。人工知能が人類を滅ぼすのか?という質問に肘は、私より有名な彼女ならやるかもしれない、と答えます。これは多分尻のことですかね。肘はそれに嫉妬しているようです。さらに桐生は肘の開発者のことを聞くとはぐらかし冗談を言い始めるなど、この辺から肘の性格のめんどくささがあらわになっていきます。その後肘の指示で公園を出ると、女性に助けを求められます。女性を追っかけてナンパしてきたおっさんがやってきます。女性は肘が桐生に助けを求めるように指示をしたと話します。勝手に面倒ことに巻き込まれたために、桐生は肘に怒ります。ナンパ男を倒した後、肘を呼び出し、先ほどの詳細を聞き出す桐生。言いように自分が使われた桐生は、肘に露骨に怒ります。そして喧嘩で傷を負ったらどうするというと、桐生が堂島の雄であるから大丈夫だと話します。桐生はそこまで知っていた上で自分を利用した肘に嫌悪感をあらわにし、スマホから肘の消し方を問いただします。私を殺すの?死にたくないわ、と言い、教えるのは嫌と黙り出す肘。し
方なく最初の案内人のところに聞きに行き、経緯を話すと、アンインストールの方法を答えなかった肘を不思議に思います。肘を入れ直すことを提案され、キリュウがスマホを渡そうとした瞬間、何者かがキリュウのスマホを強奪。激しいチェイスバトルの末、ひったくり犯を追い詰めて、何自分のスマホを狙ったのを問いただすキリュウ。ひったくり犯は自分の肘に金になるからそうしろと指示されたと答えます。キリュウは自分の肘とひったくり犯の肘が連携して、この騒動を起こしたと推測います。そして自分の肘を問いただすキリュウ。自身の存在を消されるのが嫌だったからやったと肘は答えます。自分を守るために行動した肘に驚き、このままでは大変なことになると危機感を感じた案内人は二人の肘を消すことを提案します。アンインストールすることを決意し肘に謝るキリュウ、肘も気にしないでと悲しい声で答えます。案内人によって肘はアンインストールされ、今後も他の肘を削除していくとキリュウに伝えます。すると彼らの近くを、肘に話しかける先ほど助けた女性が歩いていました。スマホからは、私は肘。いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ、と聞き覚えのある挨拶が聞こえてきて、それを眺めるキリュウたち。画面が暗転しまた先ほどの、私は肘。いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。と思うもしいが挨拶でこのサブストーリーは終了します。幽霊ではないし、ホラー要素は薄めですが、だんだん肘が人格を持って行動するのが不気味さを引き立てる怖さがありますよね。三つ目のサブストーリーは、幽霊物件、です。現代法律事務所にて、幽霊の捕獲依頼、という依頼を受けて、島津守という人物から話を聞くところから話は始まります。そしてその内容は幽霊の捕獲というものでした。守は来月から新しいアパートに入居するが、隣の住人にその部屋からは女のすすり泣く声が聞こえたり白服の黒髪の女が目撃されたりしたと教えられました。そしてもうすぐ守の彼女であるゆか子と住むことになっていると語ります。守は事故物件であることを証明できれば家賃を安くすることができると考え、八神は事故物件でも彼女と住もうとしている守に若干引きつつありましたが、守の事故物件証明の依頼を引き受けることになりました。幽霊捕獲のために、その部屋に八神が一泊することになり、その前に大家さんと会うことに。やはり大家の話を聞く限りでは、過去に人が死んだといった事実はなく、大家もこの幽霊騒動に迷惑しているようです。部屋に入った八神は早速部屋の調査を始めます。その結果女物のイヤリングが落ちていること、何者かが頻繁水を水道に流していたことがわかりました。そこで行き詰まった八神は今晩はもう寝ようとします。しかししばらくしてガチャリと扉が開く音がしました。八神が慌てて電気をつけると、そこには白服の長い黒髪の女が立っていました。これに驚く八神。女も、と言いこちらに振り向きます。すると女はそのまま玄関から走って逃げていきました。呆然としていましたが、慌てて追いかける八神。熱いチェイスバトルの末、なんとか女を捕まえました。何者のなのか、八神が問いただしますが、何も答えようとしない白服の女。仕方がないので守と大家を呼び出します。守は幽霊を見て、もしかしてゆか子か?と聞きます。まさかの幽霊の正体は守の彼女であるゆか子でした。ゆか子は今回の幽霊騒動を利用して、新しい物件の家賃を少しでも下げて、守の負担を減らそうと、自ら体を張ったと答えました。これを聞き彼女の思いに感動する守。そんな彼に八神はドン引きします。それを見ていた大家は、さすがに開いた口が塞がらず、あんたら狂っているのかと言い放ちます。それを聞いても反省しないバカップル。世界の方が狂っているとまで言い出します。大家は訴えないけど、ガチ切れしてもう誰が部屋を貸すものかと言い放ちます。しかし守は俺たちに嫉妬してるな。と、なぜか大家を煽り始めました。ゆか子はもっといい事故物件を探そうと言い、それに賛成する守。そんなイチャイチャする二人を八神と大家が眺めながら、今回のサブストーリーは終了します。なんでですかね、ホラーって幽霊が出てくるまでが一番怖くて、出てくるとそんなに怖くなくなるんですよね。こんなバカップルに絡まれた大家が一番かわいそう。最後のちょっと切ないサブストーリーは、君を忘れないです。偉人町の一角を歩いていた春日を、何者かが呼び止めます。
その正体は白いワンピースを着た美少女。少女は塔の楓と名乗ります。どうやらずっと前にカムロ町で楓が不良に絡まれている際に、春日に助けられたらしく、それ以来ずっとお礼を言いたくて春日を探していたそうです。しかし春日はその時のことを全く覚えておらず、楓も春日に助けられてからはずっと病気だったので会えなかったそうです。春日は長いこと刑務所にいた自分のことを待ってくれていた人がいることを知り感動します。せっかく出会えた記念ということで、二人で偉人町をデートすることに。春日の思いつきで、最初はゲームセンターに行くことに。楓にぬいぐるみをプレゼントするために UFO キャッチャーに挑戦します。見事ぬいぐるみをゲットし、その後プリクラを撮ります。プリクラを眺めながら、昔を懐かしむ二人。ふと春日が楓に年齢を尋ねます。しかしこれをはぐらかされてしまいます。そんな二人の姿を遠くから眺める店員。その顔はどこか不思議そうです。カフェに来た春日たち。しかしここから徐々に不可思議な現象があらわになっていきます。カフェの店員が水を楓に出さなかったり、あたかも春日たちの席に彼一人しかいないような発言をしたりと、最後に破壊での頼んだ手のつけられていないオレンジジュースが映し出されます。その後行き先を二人は相談していると、立ちの悪いチンピラに絡まれてしまいます。楓を守ろうとする春日を見て、楓はかつて春日に助けてもらった時のことを思い出します。チンピラを撃退した後、楓は最後に春日に付き合ってほしい場所があると意味深な雰囲気を醸します。訪れたのは偉人町の夜景が一望できる場所。とてもいい感じのムードの中、楓はかつて病室から春日のことを見ていたことを話し出します。そして楓はそんな春日に元気をもらっていたことを伝えます。それを聞き照れる春日に対して、楓はついにずっと好きだったと告白をします。これを聞き慌てる春日。ねえ、春日さん。私の分も、これからずっとずっと、長生きしてくださいね。すると見回りの警官に声をかけられ、また楓の方に振り返ると、すでにそこには彼女の姿はありませんでした。二人で撮ったプリクラを取り出しますが、そこにも楓は映ってはいませんでした。またいつか、会えるよな？と何かを悟ったような春日のセリフを最後にこのサブストーリーは終了します。はじめから楓はなんとなくもう亡くなっていたのがわかっていましたが、最後の私の分も長生きしてくださいね、のセリフを、聞くとやっぱり切なくなりますね。ということでこのチャンネルでは優雅如くの解説、紹介動画を上げていきます。動画が良かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。